ずいぶんと涼しげな格好だろう。決して浮かれているばかりではないと見せよう。どんなソリも乗りこなしてこそのサンタさ。プロデュースか。本当はもう一人の方が得意な分野ではあるのだが、でもそうは言っていられないかな。古株サンタも頑張らねばね。東京は変わってゆく。ならば新しいクリスマスの姿をプロデュースするのも悪くない。彼にはそう説得しているところだよ。やあ、期待の若手プロデューサー。新しいクリスマスの姿は見つけられそうかね。困ったら、このジェド・マロースのことを頼ってくれたまえ。サンタにサーフィンができるのか、かい？その疑問には、実演をもって答えるとしようか。さあ、一緒に海に繰り出そうじゃないか。ははもう一人の私なら、絶賛ふて寝中だよ。ああいうところも、彼の可愛いところでね。おっと、こんなことを言うとまた怒られてしまうかな。赤い鱗に白いひげ、そして子供たちを慈しむその心。かの老子はとてもいいサンタになれそうだ。あとはそう、もう少しお腹を、というところかな。期待していた通りにことが運ばないことは、期待が大きければ大きいほど辛いものだろう。ただどうか、希望だけは失わないでいてほしい。ずいぶんと情熱的なサンタへのおねだりだ。いいとも。サンタ冥利に尽きるというもの。何が欲しいか、さあ言葉にして言ってごらん。どうやら今の私は開放的になってるようだね。サンタらしからぬことを口走ってしまいそうさ。君を私にプレゼントしてはくれぬかな。さあ行こう。かわいい良い子の君のため、白いサンタがテイクオフだ。なんとも熱く荒々しいね。だが大丈夫。私が乗れば、みないい子になってくれるさ。メリーホットクリスマス。包み込んであげよう。これ式の波。おっとっとっと。良い子な君が私は好きさ。何が欲しいか言ってごらん。ああ、私の君へのプレゼント、どうか受け取ってくれたまえ。ははははなんとも熱い聖夜だったね。だがこれでへばったわけじゃないだろう。まだまだ続くよ。さあ立ちたまえ。おっと、いささか無茶が過ぎたかな。おとなしく浜に上がるとしよう。おや、若手プロデューサーがお帰りだ。さあ、君の望むものを教えておくれ。頑張った良い子に、私からのプレゼントだよ。なかなかに破天荒なクリスマスだったね。いつものこと？さて、そうだったかな。それでは改めて君に。
メリークリスマス。いやはや、この異常気象に驚くどころか、リゾートビーチを即座に商業展開とは、全くもってこの東京の順応ぶりには驚かされるよ。東京放課後サモナーズ。雪降る聖夜に異常事態だ。良い子や、この私を手伝ってくれるかね？待たせたな、クソ生意気な俺の悪ガキ。ソリでも波でも持ってこい。クルイサンタが乗りこなしてやる。俺に悪さばっかりしやがって、鉛玉がいくらあっても足りやしねえ。これからずっと付きっきりで見てやらねえとな。バカ野郎、そういう意味だよ。後に続け、クソ未熟な見習いども。この俺様が熟年のテクってやつを見せてやる。悪ガキ発見、ゲットアウトだ。わからせてやる。受け取りな！舐めてんじゃねえぞ！どう？幾度も冬の寒波を乗り越えてきた、この俺様を舐めんじゃねえぞ！どうだ？どうだ？悪ガキどもめ、ごめんなさいと言いやがれ！反省したな？よーしよし。熱いもんでも一緒に食うか。怒ってやるぜ。かはははは。腰が、畜生、やめだやめ、やってられっか。